こんにちは、関あかねです。今日はちょっと一風変わって図書館で借りてきた本を紹介したいと思います。まずね、窓さんからの手紙、子供たちへっていう本ですね。詩人の窓道夫さんが徳山小学校っていうところを卒業してるらしいんですけど、そこの子供たちから窓さんに手紙が届いて、でその返事を書いたと。それが本になったのがこれ。あんま見しちゃいけないかもしれないけど、すごく大きな字で書いてあって、全てのことを全力で頑張ろうっていうことが書いてあります。でこれはね、窓道夫さんの言葉がたくさん載ってるインタビューみたいな感じかな。なんかね、サンプル読んだら面白そうで、窓道夫さんって言ったらゾウさんっていうのは皆さん知ってると思うんですけど、ゾウさんお鼻が長いのね、そういう母さんも長いのよって、あれどういう意味だと思います？私あんまり考えたこともなかったんですけど、なんかどうやら子供のゾウさんがいて、ゾウさんお鼻が長いのねってこういじめられてるというか、いじられてるというかね。だけどそうよ母さんも長いのよって、鼻が長いことをこう誇りに思っててそうよ母さんも長いのよって言ってるっていうこう意味らしくて、あ、そういう意味だったんだっていう、そういうありのままの自分であることをこう誇りに思う、そのまま受け入れる、喜んでる、むしろっていうことをこう表現してる詩だっていう、あの詩ってそういう意味だったんだっていうね。早速ね、この初めの部分でそういう面白さがあると、窓道夫さんのこのリアルな言葉が載ってるということで、なんかすごいいいことが学べそうな気がしてます。2005年の本ですけど、13回も刷り直されてる、かなり人気の本ですね、はい。次、 AI2041、 これね、かなり前に予約したんですよ。だから正直ね、どんなあったか全く覚えてないんですけど、中国の方が書かれた本っぽくて、この本の構成結構面白くて、こう AI によってもたらされるこうテクノロジーの進化とかをこうストーリー仕立てでこう載ってるやつ、こうね、見えるかな、ストーリーが載ってるんですよ、いろいろ。例えば恋占い、1個目のストーリーは恋占いつって、深層学習、ビッグデータ、インターネットと保険アプリケーション、 AI がもたらす予期せぬ悪影響、そういったテクノロジーに絡めたお話が載ってると。でそういうお話が全部でこう10個ぐらい載ってるって感じですね。だからこう物語を読みながら AI によってどんな未来が来るのかっていうのを知ることができるんじゃないかなっていう本ですね。まだ読んでません。次、あなたはボノボ、それともチンパンジーっていう、最近こうボノボに興味があって、なんかちょっと前に都内で一番大きな図書館ってあるじゃないですか、どうだったかな、東京の真ん中の方にある、あそこに遊びに行った時があって、でそこでこうちょっと時間潰すタイミングで、その辺にあった本を適当に手に取って読んでたら、それがその確かボノボだったか生物学だったか忘れたんですけど、そういうような本 でその本にボノボのことが載ってて、なんかボノボってなんか面白いなと思って、すごい平和主義者っぽいんですよ。この人間とかチンパンジーとか、オラウータとか、そういったこう、なんですか、エンジン類って言うんだっけ、違うな。なんか、そういう同じようなこう仲間じゃないですか。でその中でも、ボノボは、一番こう、平和、穏やか、殺し合わないし、みたいな。チンパンジーとか人とは違うと。っていうことがね、あるらしいんで、それをもうちょっと深掘りしたいなってことで、これを借りてみました。次、岡田メソッド。岡田武さん。有名な岡田さんですね。コメントで、ウィリーグのね、今回新潟チームに結構注目してるっていうことを言ったら、コメントで、新潟は岡田メソッドの解説をしている方が監督っていうようなことを教えていただいて、で、岡田メソッドっていうものに興味持ったんで、ちょっと読んでみようかなっていうことで書いてみました。だから、ね、冒頭からも岡田さんの話が結構ちょっと面白くて、なんかいろいろ試行錯誤していろいろやってるみたいなこと書いてあって、全然知らないんですけど、で、中を見てみると、結構なんかこう、戦術みたいなことが載ってそうで、私戦術とか全然分かってないですけど、ちょっと興味あるんですよ。やっぱそれが多分分かったら100倍ぐらいサッカー多分今より楽しめるんだと思うんですけど、まあちょっと読んでみようかなと思ってます。理解できないかもしれないけど、はい。でね、あとはこれか、こういうちくまブックスさんの、植物たちの不思議すぎる進化、まあ植物についての、本。植物もねすごい興味があるんですよ。樹木系も最近ハマってて、木ってさ、なんか全然心とかないと思ってたんですけど、まあ本当に普通に生き物だっていうことを知って、それからもう本当にね、木に対するなんだろうな、この感覚が全然変わって、ものすごいこう樹木に興味が今あるんですけど、まあちょっとこれチラッと目に入ったんで、なんか面白そうだったんで借りてみました。まだ全然読んでないですけど。でこの日本という国、日本ってどんな国なのかっていうのを分かりやすく書いてある。これね、さっきの本もこれ同じなんですけど、多分ね、中高生向けぐらいの本。なんか、図書館でこう、うろうろしてたら、子供向けの本の近くに、その青年向けぐらいの、中学生、高校生ぐらいの、10代向けぐらいの、棚があって、
そこを見てたらなんかものすごい面白そうな本がいっぱいあって、で手に取って見てみたら、まあ分かりやすいですよね。全然大人向けの本よりも字の量も少ないし、でなんか言葉も分かりやすいんで、この辺りの本を読むのが一番ちょうどいいかもしれないと思って、私は本当にいろんなこと知らないんで、ちょっとねこの学生向けぐらいの本から読むのがいいの、実はいいのかもしれないってことで、今回ちょっと借りてみました2冊。ということで今日はちょっといつもと違う感じですけど本の紹介をしてみました。また今後も面白い本があったりしたら紹介したいなと思います。ということで今日はこの辺で See you tomorrow!